ここが一番いいと思います。ライタークラウドソーシングで稼げるんですかとか、まあ、クラウドワークスとかですね、有名なので言うと。で、稼げるんですかということをよく聞かれます。文章力はないんですけども、まとめ記事で稼げるんですかとかですね、ライターとして必要な能力ってあるんですけども、まあ、まとめ記事っていうかですね、そもそもライターさんがどういうふうに、基本的に指示を受けて文章を書くかっていうと、他人の、そのワードで検索して他人のサイトを見るんですよね。で、それをご自身の言葉で、まとめ直すっていうのが作業、ライターさんの基本的な作業なんですよ。ゼロから何かを書くとか、小説家みたいな文章力は必要ないんですよね。なので、まとめ記事、そもそもライターさん、外注ライターさんの記事がまとめ記事ってことなので、必要なスキルとしては、きちんとその、指示されたルールに従って、まとめる能力と、必要な検索能力です。